ハロー、窓を開けて小さくつぶやいた。 How are you? 誰もいない部屋で一人。モーニング、朝が来たよ、土砂降りの朝が。ティックタック、私のネジを誰か巻いて。タラタンタタタタタンダラン。寂しくなってきた。終わると思うと。ハロー、昔のアニメにそんなのいたっけな。 How are you? 羨ましいな、みんなに愛されて。 Sleeping、 バカなこと言ってないで、支度をしなくちゃ。暗い涙の跡を隠すため、もう口癖になった毎回昨日の言葉がふと頭をよぎる。もう君には全然期待してないから。そりゃまあ私だって気分に期待などしてないけれど、あれは一体どういうつもりですか。ノートもとまでんでかかった言葉、口をついて出たのは嘘。こうして今日も私は貴重な言葉を浪費して生きてゆく。なぜ隠してしまうのですか。笑われるのが怖いのですか。誰にも会いたくないのですか。それ本当ですか。曖昧という名の身に溺れて息もできないほど苦しいの。少し声が聞きたくなりました。本当に弱いな。一向に進まない支度の途中、朦朧とした頭で思う。もう理由をつけて休んでしまおうかな。いやいや分かってますって、なんとなく言ってみただけだよ。分かってるから怒らないでよ。幸せだろうと、幸せだろうと、平等に残酷に朝日は昇る。生きてくだけで精一杯の私に、これ以上何を望むというの。なぜ気にしてしまうのですか。本当は愛されたいのですか。その手を離したのは誰ですか。気がついてますか。人生にタイムカードがあるなら、終わりの時間はいつなんだろう。私が生きた分の給料は誰が払うんですか。